イロード第12節1戦目。さあそしてバッターボックスには丸が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました、高く上がった、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、ホークス1点を先制しました。センターを期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。バッターボックス中村、ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンス、引っ張った、取ってスリーアウトです。打順はトップに帰って柳田、点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。引っ張った、ファーストライナー掴んでアウト、ツーアウトランナー。試合を制したのはソフトバンク。